はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。地球外生命体です。さあ、本日なんですが、新規カード、黎明開闢というね、最強のカードが冥界、界に、まあ、出現しまして、この黎明開闢というカード、マジで強いんで、今日はこの黎明開闢を使ってリッキーを作ってきました。これ何をするかっていうと、自分のフィールドの爬虫類とかモンスター1体をリリースして、そのモンスターのレベル2につき1体まで自分のフィールドに冥界トークンを出せますよという効果あるんですね。で、冥界カードなんで、カースナイヤっていう、動きがあるんですけど、まあ、カース特殊召喚して、墓地からナイヤ特殊召喚するっていう動きなんですけど、ナイヤが召喚特殊召喚成功した場に冥界魔法トラップカードを手札に加えるっていう効果があるんで、ナイヤでこの冥界持ってこれるんですね。で、カースが盤面にいる状態でこの動き基本的にはするんで、カースをリリースするとトークンが、4体出せるんですね。だからトークン4体プラスナイヤっていう盤面になるんですよ。これもう宇宙じゃないですか。モンスター5体になるっていう、モンスター2体がモンスター5体になるんですよ。これさすがにやばいということで、このギミックを使った今日はね、エイリアンコンボをね見せていきたいと思います。で、エイリアンの動きの中で一番強いのはこの惑星汚染ウイルスっていうカードプラスゼロールっていうこの、コンボ、これを決めていくのがゴールになるんで、これをやっていくんですけども、冥界ってね、いろいろな組み方があって、まあ、今回はちょっと召喚獣と合わせてるんですけど、あとエボルとかと合わせたりとか、なんか要はランク4ができるギミック、なんでもいいんですけど、ランク4のギミックと合わせたりとか、いろいろね、あるんですよ。で、今回この召喚獣と組み合わせてるのはなんでかっていうと、このメルカバーを出すことによって、ニビルを踏む前に着地したりとか、ニビル食らった後でも、まあ、一応、展開が伸びたりとか、ヌルから入ってるとね、したり、それから、単純にそのリソースとして、アレイスターが、初動でランク4のとしても使えるし、メルカバー出して無効にも使えるし、その次のターンもアウゴエイデスとか出して一応攻め手として使えるので、今回召喚獣プラスなんかその先玉とかこういう動きからランク4につなげてナイアサーチして動いていくっていうイメージで組んでます。一応ね、エボルとか組むとね、ラーズとか出したりして、なんか動かすことができたりするんだけど、ちょっとメインデッキの中にね、なんかね、あんまり、引きたくないカードがいっぱい増えちゃうんですよね、エボル入れると。なんで、ちょっと今回はそれ全部なしにして、召喚獣のギミックを採用しております。ちょっとまあ、くっちゃべっててもしゃあないんで、展開ぜひ見ていただければ、このデッキどんだけ強いかっていうのが分かっていただけると思うんで、はい、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、地球外生命体ムーブをお見舞いしていくぜ。あ、これ手札強いな。これはなかなか手札強いゲーミングだな、これ。ヌルぶん投げましょうか。まあ、とりあえず先魔法陣からでいいかな。魔法陣発動で。魔法陣発動。あれさ、うららはなさそうだね。うららはなさそう。で、冥界の檻ヌル発動。ヌルヌルっと発動して。で、ネフェルアビス墓地をくれ。で、召喚師アレイス、先にこっちだ。ヌルの効果先に発動しないと、召喚師アレイスター出ちゃうんでね。で、召喚師アレイスターを攻撃表示で召喚。効果を発動。召喚師アレイスターの効果によって召喚、召喚魔術を持ってくる。無限法要とかもなさそうですね。っていうことになってきますと、あとは、ニビルくらいなんですけど、踏むカードが。まあ、ニビルは一応貫通はできるんですけど、一応、今回光属性いればケアできるか。まあしかもナイヤ持ってるから、これ普通にあれだったな、なんだっけ、あ、でも結局あれか、ナイヤ発動しないといけないか。ナイヤ発動、ナイヤ発動でカースをぶん投げて、これだ、まだこれ光、一応ニビルケアしますね。ニビルケアさせてもろて、光属性がちょっと余ってる場合はこの動きでいけるんですけど、余ってなかった場合はこの後にやるしかないんですけど、召喚獣メルカバーを融合召喚で、これも、発動しない。そして、召喚魔術の効果を発動。召喚魔術の効果によって召喚師アレイスターを回収。キュイーン。そして、冥界の黄昏カースの効果キングレミリンをリリースし、特殊召喚しながらナイヤの効果発動、あ、いや、カースの効果発動、ナイヤを特殊召喚で、ナイヤの効果発動、そしてナイヤの効果によって、冥界マジックトラップカード黎明開闢を1枚手札に加えることができる。あ、チェーン映ったよ。
ニビルあんじゃないこれ。マジで、なんかニビルケア したけど、ニビルありそうな、今チェーン映んなかった、今一瞬。まあいいや。で、特殊召喚。でもニビルありそうなチェーン若干なんかファッてなった気がしたんだけど。ちょっとわかんない。まあ、気のせいだったらごめんね。で、一旦スプライトエルフを作らせてもろて、これトークンがレベル2なのもめちゃくちゃ強いんだよね。これが結局さ、エルフとかスプリンドとかさ、作れるわけですよ。これ。これ場所取っちゃいいかな。一応こっちの方がいいかな。リンクしたっけ俺、あと2体。たまにさ、エルフをさ、なんかもうモンスターがいるところにさ、出しちゃってさ、なんか、リンク先足りねえっていう時もあんだよね。黎明開闢発動。黎明開闢効果で、ナイヤ、除外されたナイヤをデッキに返しながら、爬虫類モンスターを墓地に送ることができます。でこれで、イピリア墓地を送る。でネペルアビス効果。デッキからカードが墓地に送られたため、このカードは墓地から特殊召喚できる。キュイーン。これ新規要素ですね。ちなみにネペルアビス君、ネペルアビス君は一応自分の墓地から爬虫類族何でも特殊召喚できるというガチでヤバい効果があります。でこうしてイピリアの、効果発動。イピリアの効果でカードを1枚取ろう。そしてエイリアンソルジャーマイティフレームをリンク召喚。全員キメーな。こっから出てくるモンスター全員キモいんで、よろしく。召喚ムービーどうぞ。エイリアンソルジャーマイティフレームと冥界刀を踏んでリンク召喚。あれあれよ、ソラバサミゼロールキメーキッショキッショで、冥界じゃあ惑星汚染ウイルスを1枚手札に加え、そして冥界神ネフェルアビスの効果。ネフェルアビスによってエイリアンソルジャーマイティフレームを特殊召喚。これあっちあれだったな、これだったら別にエルフ、あっちの方でよかった。メルカバーのリンク先に向く方でよかった。ごめんミスった。セット、まあでも弱くないんでね。これでいきましょう。はい、これで一応惑星汚染ウイルスゼロールコンボ。ニビルやっぱ持ってんじゃん。やっぱ持ったわあいつ。いやだと思ったんだよな。ナイヤーもいらないんで、ナイヤー墓地送っといて、でこれ次のターン一応、カースナイヤーができますね。さあニビルが持ってました。いややっぱりな、だと思ったんだよ。なんかチェーン映ったもんな。いいえ、あぶねえ。メルカバー様々だ。メルカバーが存在していることによってニビルをケアすることで、まあこのまあ最強盤面も、今までのあのうち冥界盤面って交換無効が構えられないかったから、エアホイスターか結構やばかったんだよね。その、打たれるカードによっては割とその汚染ウイルスコンボが決まんなかったんで、まだいいか。ニビル打たれてなんかね、やりたかったこと何もできないとかあるんだよね。普通にやばかったんだよ。まあ、ちょっと今回から、まあ、召喚獣ムーブ採用してますんで、あ、エアホイスター。エアホイスターは手札から出すんだっけ？手札からレシピケース出す。あ、それはいいよ。全然 OK です。で、特殊召喚、タービランス出てくる。やばい。ちょっと、フランキー将軍出てきちゃった。で、イピリア特殊召喚。で、効果発動、カード1枚ドロー。これはもう、ここのタイミングで打っていいな。じゃあ、惑星汚染いきます。惑星汚染ウイルスの効果、エイリアンソルジャーマイティフレームをリリースし、 A カウンターが置かれていない相手のフィールドのモンスターを全部ぶっ破。うおっつえつえ最強だ。 A カウンター何、よし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 、手数出ない、手数出ない、来た来た来た、手数出ない、来た、手数出ない、きちゅう。ドロスネークレインか。あー、まあ、悪くねえな。スネークレインは悪くねえ。では、一旦カースナイヤしに行きますか。カース効果。イピリアをリリースして、カースを特殊召喚する。で、カースさん特殊。アンド、これ相手は一応自分の墓地からモンスターを効果を無効にして特殊召喚する。これうざいな。これ普通にあれかタービナンス持ってくるか。やべ。ちょ、やべ。ちょ、ミスった。やべ。これ、相手の癖カード、ワンチャンこれアクティブになるぞ。やばい、ミスった。ちょ、普通にミスった。ごめんなさい。カース、特殊感。じゃあ、ナイヤ特殊感します。やばいやばいやばい。これ、カース使ったらあかんかったわ。
冥界の邪水蓮持ってきます。これ結構踏まなくていい魔法トラップカード踏む可能性あるぞ。破壊されないようにするしかねえか。冥界の檻、ナイアとカースでマスカレーナ一旦出して、マスカレー一旦出してリトナで踏みに行くはまあ微妙だな。これちなみにあのリンク先は対象取れないんで、今ゼロールとか守られてるんで結構強いんですけどね。あのエルフ君の効果がリンク先に対象取れないみたいな効果で、やべえ、ちょ60分しかねえ。シンプルにターベランスの打点高すぎだろマジで。オグドアビスで殴るしかねえマジで。オグドアビスで殴るしかねえ。攻撃表示変更でバトルしたいです。なんかよろしいでしょうか。バトルしても普通に間違えました、すいませんでした。やめてください、その伏せカード。やっぱそうだよね。いやマジで余計なことした、マジで余計なことした。しょうがねえ、しょうがねえな。で、まあ、ぶっ壊されたんで、まあ、これとりあえずメルカバーでぶん殴るしかなくて、メルカバーぶん殴りダメっけ、アレイスタぶん投げる、で、3500打点にする、おらで、これ足ります？で、足りないよね、これ、絶対に。絶対足んねえわ、やべえ、残り30秒しかないし。はい。はい。はい。うわ、足んねえ、線足んねえし、最悪。もう最悪、マジで。カース掴んじゃなかった、本当に。まあ、オグドアビス蘇生しとくしかないかな。オグドアビス蘇生しといて、で、一応、まあ、リトルナイトできるんで、相手のターンにね。まあ、それで頑張りましょう。で、一応、これ、ちょっと待って、時間ないですけど、一応、サーチだけしといて。で、アレイスターだけ手札に加えておきまして、はい。で、これでエンドですね。はい。すいませんでした。絶対にキル取れました、今のターンで。あれしなければ、カースしなければ。余計なことをしました。まあ、まあ大丈夫でしょう、でも。まあ大丈夫でしょう。さすがにこの盤面。返せないと思います。そうですよね。よかったです。対戦。ありがとうございました。無限紅葉で止まっていただけませんか。無限紅葉を1枚で積むテーマであっていただけませんでしょうか。あ、全然積まなそう。あんまり聞かないんだよな。無限紅葉。うーわ、ケルドーは強すぎるて。ちょ、コストやめろよ、そういうことすんの。お前、デッキ60枚じゃねえかよ。ふざけんなよ。どんだけ強い反動。ラクインホルスみたいな感じなんかな。あ、融合 GS みたいな感じなのこれ。あ、はい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 、OK です。融合 GS みたいな感じっぽいな、これ。なんか雰囲気的に。はいはいはい、ハーピー。ジアンデッドとか入ってなさそう。なんかアナコンダかなんかすんのこれ。ラクイン融合も積み木してんのかい。お前ふざけんなマジで。なあこいつ、何やねんこいつ、全持ち芸人かよこれ。何すんのこれマジで、やばいって。白雪まで言います。白雪はまでそんなにコストねえか。信玄流アルビオン、はい、了解しました。セット、なるほど。あ、でもそんなに強くねえな、そんなに強くない問題だなこれ。無限法要の打ちどころなさすぎて笑った。無限法要の打ちどころマジでねえなこれ。これどっから入るかっていうと、もう暴走魔法陣から入るしかなくて、基本的に。ただスネークレインあんの結構強そうだけどね。で召喚師アレイスターを手札に加えましょう。でレイン発動していいか。レイン発動だね。で、オグドアビスいらないから、オグドアビス切って、爬虫類を4体墓地に送ることができるよりいい。OK、送れる一応。4枚ほど墓地に送らせていただくしかないかな、これ。一応、ネフェルアビスも一応送っておきましょう。はい。で、ヤトの神とかいうよくわからないモンスターは、効果で墓地に送られると出てこれるって効果あるんで、これ一応出てきます。これ、まあ、ランク4の弾ですね。はい。で、まあ、ヌル、を蘇生するか、まあ、ヤトの神をその普通に蘇生するかっていう話はあるんだけど、で、まあ、召喚者アレイスター召喚して効果発動。これあれだよね、でも、てか、これさ、よく見たけど、これ手札コストないからさ、アレバス特殊召喚しても、これ融合できなくね、相手。あっちいいわ、これ。なんなら召喚魔術で除外するけどいい、白雪。大丈夫。これ、ぶち込むに行っていいんじゃないこれ。これ、メルカバーでさ、白雪除外したらさ、これ相手だいぶ困るでしょ。召喚魔術打ちたいんだけど、あるなんか。白雪除外したい。
お願いします。通してください。白雪です。白雪です。通してください。どうしますか。さあ、相手困ってるぞ。あー、なるほど。白雪逃がすのかな、これじゃあ。あ、逃がすんだ。あー、なるほどね。あ、はい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 。なるほどね。了解です。いいでしょう。で一応これでアルビオン効果で白雪が逃げて白雪を除外することはできませんでした。特殊召喚します。メルクーリーはどうでもいいな。で召喚魔術の効果発動、メルカバーする。うお、融合召喚、召喚獣メルカバー。そしてこの白雪の特殊召喚って自分の効果じゃないとダメなんだ。で召喚魔術の効果を発動、召喚魔術の効果によって召喚師アレイスターを回収。てかあのメルクーリエレベル4だから、これあれやん、キングレムリンできるやん。神か。神すぎて草。レベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚あられよ、キングレムリンバオン。そのステカードなんすかね。ちなみにキングレムリンの効果発動できます、これ。これマジなんだろう、ステカード 60GS みたいなのでさ、セットされてるカードって何があんの、マジでわからん。ヌル回収でヌルぶん投げ効果発動、ナイヤか、ナイヤは先に効果発動でカースを送る。さあカースを送らしてもろて、でこっからどうするかだよな。カースを送るでネフェルアビスはまだいいや。まあ一応カース使うしかないか。カース使う。キングレムリンリリースして特殊召喚したいです。さあどうしますか。結構いけるそうな気がするけどね、これね。割といけそうな気がする。なんだかいけそうな気がす、あーやばーい、やばい、オクドービスなんだ。オクドービスなんだ。なるほど。カースじゃないんだ、それ。謎のオクドービスを除外っていうよくわからないムーブ来た。やべ、ちょっとなんか耐えた。あれオクドービスなんか見間違えたか。イラスト似てるから見間違えた説あるぞ、これ。なんかカースの効果通ったぞ。一応カースの効果発動するんだけど、相手の墓地からモンスター特殊召喚できて、で、さらに、カースの効果、カースの効果は自分の墓地からないや特殊召喚。なんかわかんないけど、墓穴、絶対カースでしょ。あ、ケルドか。まあ、それは無効にできるかいいや。はいはいはい。あ、そしたら、だから別に無効にできるからよかったみたいな話。いや、俺もそれ、ケルド君は別にメルカバで無効にできるよ。対象どうぞ。はいはいはい。許すわけねえだろ。許すわけねえだろうか。モンスター、もうニビルは使わないか。いや、もうヌルでいいや。ニビルは開始のターンにワンチャン使うかもしれない。もしかするってと。そして、ケルドの効果は無効にしつつ、カースの効果によって、ナイヤが特殊召喚され、そしてナイヤの効果を発動。これでどうすっかだな。これさ、空いてる盤面全処理はちょっとオグドアビスいなくなったから、まあきついっちゃきついんだよね。これでもさ、エイリアンカウンター効かねえんだよな、ホルスって。うざすぎる。ホルスさんって、あのエイリアンカウンターでぶっ壊せないんですよね、対象に取らない効果だから。あの A カウンターの破壊が、だから王の棺で守られちゃってんだよね。まあでもそうは言っても、いつもの展開で A カウンターで制圧した方がしたら勝ちなんじゃない。後手も結局汚染ウイルスすれば勝てる説あるの、これ。一旦エイリアンソルジャーマイティフレームさん出す。マイフレ出してからエルフ出すでしょ。はい、これ相手のフィールド上にね、あのモンスターがいる場合はエルフでリンクモンスターも蘇生できるんで、まあ、これ結構強いんですけど。で黎明開闢の効果起動して、で墓地にモンスター叩き落として、まあ、これはね、オグドアビス返して、まあ、一応オグドアビスもね墓地を送れるんだけど、まあ、墓穴打たれてるからまんま出しても意味ねえかな。でネフェルアビスの効果、ネフェルアビスもオグドアビスもイラストにしてどっちかわかんねえよな。でネフェルアビス特殊召喚して、さらにスプライトエルフの効果を発動。スプライトエルフの効果によりエイリアンソルジャーマイティフレームを特殊召喚。さらに
エイリアンソルジャーマイティフレームで、これあれか、わかったわ、これホルスたちに殴られるのめんどいから、これここにカウンターばらまいときゃいいよ、これ A カウンターを、これ A カウンターばらまきまくって、これ全員にカウンター乗ると、ちょ、これ1個ずつ置くのめんどくさ、これで A カウンターが置かれているモンスターは、ちょっと残り30秒しか入って、やばいやばいやばい、急げ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 、こことここで惑星汚染をさせてもろて、はい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 、オッケー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 、これ全員ゼロオールの前にひれ伏したよ、これ全員ゼロオールの前にひれ伏しました。でネフェルアビスの効果発動して、一応エイリアモンスター蘇生しておかないと、コストにならないから、これ特殊召喚するでしょ、はい、ちょっと一旦バトルフェーズしよう、バトル、殴って、もう全員殴っていいなと、もう全員殴ってもいい、ちょっと待って、これ破壊するでしょ、王の棺あるからホルスモンスターだけ一応殴んないようにして、あい、あい、ちょ、マジで何これ、何のチェーンこれ、あ、白雪か、白雪はいいよ、もう白雪はもう使っていい使っていい、もうどうぞどうぞ、ご自由にどうぞ、白雪は、あ、オッケーオッケーオッケー、で、メイズ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 メイこれで惑星汚染ウイルスの あの最強コンボで相手のフィールドのモンスターぶっ壊しながら A カウンターが置かれているモンスターは全てあのゼロの前にひれ伏すよっていうコンボできるんで断罪はいいですよ、はい、どうぞどうぞご自由に、楽園融合もう一回打つんですね、あーどうぞどうぞどうぞ、いいですよ、いやこれ多分ねまくったと思うよ、多分まくったと思う、こっからやばいこと起きないと思うんだよ、ミラージードとか出せないと思うんだよね、もうブラックイン融合で、まあ、要はなんてかっていうと、あのゼロオールの効果と惑星汚染の効果が今から僕は起動できるんで、あれバンパー許すわけないだろバカ、惑星汚染ウイルスの効果、エイリアンソルジャーマイティフレームを、コストに相手のフィールドの A カウンターが置かれていないモンスター全てを破壊し、これから相手が出すモンスター全てに A カウンターが置かれるという効果を適用する、っていうかこれ多分だけど相手エイリアンデッキと当たったことねえな。だいぶテキスト読んでる感があるわ。まあ冥界なんか知らねえか。冥界なんて言っても知らねえか。ガチでやばいこと起こせるっていうことだけ言っとくわ。お前のデッキ多分これ無力になったぜ。おそらく。これ今からお前が出すモンスター全部に A カウンター置かれて全部死無表示になるぜ。大丈夫か効果発動できるし、はい横向いてください。はい横向いてください。あざまーす。あざまーす。はい横向いてくださーい、はいあざまーす、つえあまりに強い、あまりに強い、何が起こってるかわからねえか、今てめえが出すモンスター全部に A カウンターが置かれて全てのモンスター守備表示になり効果が発動、つまりバスブレ状態ってことよ、つまりな、あ黙れ横向けバカ、おい強すぎて笑った、残念でしたね惑星汚染は後手からも強い、いやーハンドまあまあ強いな、これワンチャンあるわ、普通に後手まくれそう、なんかね結局なんかあれなんだよね、後手も惑星汚染ウイルスをかませばなんか相手黙る可能性結構あるっていうのあるんで、割とこれね、手数出そうなスネークレインとジャスリーあるんで、もう結構いけそうな気がしますけどね。王の棺、はいはいはい、なるほど。いやー、やっぱ、ホルス、多いな。紋章獣、あ、やべ、出た、ベルナーズ・ファルコン。なんか、あいつらがこれでもなんか誰か使われて強かったんだよな。なんか、フィールドの、なんかレベル5以上のやつのレベル全部4にするみたいな効果あって、普通になんか、めちゃくちゃレベル合わされて、なんか、すごい展開されたんですよね。ドラムテフ、しかもホルスなんかレベルの5以上のモンスターがめっちゃ並ぶし、あと召喚剣使わないから普通にベルナーズファルコン普通に召喚できるっていうね、なんか割とね噛み合ってんなと思ったんだよね。うわトレーニングきた、やばい熱血指導じゃん、ありえん展開してんな、またおいやべえぞこれ、コーディネラル、ちょっと待ってあーやばい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 、サイレントオービー、やばい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 
やばいやばいやばい、うんこみてえな、うんこみてえなムーブしようとしてる。これベルナーズホルカー、やばいやばいやばい。ちょっと待って、なんかサイレントウォビーとかいうモンスターを送りつけられたんだけどさ、コルディアルのこれあれってことでしょ、リンク先に送ったってことは外人ないやるろ。何最近ティアラメンツのデッキに入っていると言われている最強モンスターじゃん。これナイアルラ効果、エクシーサイを持っている自分の墓地のカードを素材にしながら、え、なにこれ、井戸、井戸、いや、わからんわからんわからん、なに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 、わからんわからんわからん、なに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 、なんか井戸が入ったナイアルラを送りつけられたぞ。どういうことや、オーブの石液、ちょ、待ってわからん、これ何これ、マジでわからん。いや、なんかこのなんかこの井戸どうすんの、リトルナイト、はい、え、どういうこと、マジでわからんぞ。セット、はい、どういうこと、マジでわからない、何がしたいの、愚かな埋葬、はい、いやでも割とハンドは強いぞ。エクシーズオーバーディレイは、とりあえずエクシーズのノースガードだったらさらにそのモンスター墓地が可能な限り相手フィールド上に守備表示で特殊、やばっ、あれ？あれ、俺モンスター召喚、反転召喚、特殊召喚できないな。何このコンボ？僕が考えた最強デッキ選手権マジでやめろ。ちょっとふざけんなよマジで。なんだこのデッキ。エクシーズオーバーディレイってロンゴミアントを処理するカードじゃないんですか？